はい、どうもテッシーです。天地を喰らう続きをやってまいります。これが18本目ですかね、ナンバーとしまして。お、ここはもうボスでしょうかね。いや、前回の動画でですね、その1万を超える敵が急に出てきてね、ちょっとビビっちゃっ、まあビビってるんですけどねはい、銀先端銀先端と行きますか。よし、羊人だ、劉備軍を叩き潰せ。なんか今まで見たことない、お、ゲージが青になってます。洪水の刑だと、これはちょっと、うわー、やっぱ水源だったらこっちは家臣じゃ。ちょっと金銭使わないとやばいですね。倍撃じゃ。家臣失敗失敗失敗、成功1200。いや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 、強い。うわ、やっぱやっぱ洪水の刑強いな。金銭の刑でちょっとゲージがね、惜しいね。家臣の刑強い。いやいや、もうこっからはもうね、家臣ですよ。やっぱり知力高いやつには効きにくいのかな。よし、洪水強いね。上の2人効かないっすね。じゃあ激面じゃ。この周遊ってやつが、うわー、まあでも向こうもなかなかどうしてみたいな感じですよね。こっちもそんなに効かないんで。激面の刑使ってるんで、ちょっとでも行くしかないっすよね。俺はうわー、くっそー、マジか、やばい、うわー、やばいぞ。ちょっとやばい。ギリギリ、よっしゃ、危ねえ。馬長は疑心暗鬼起こしてるし、長砲はパニクってるしみたいな。うわー、強いな。この周遊ってやつが、うわー、マジか。うわー、くー、ちょっと金銭取っとかないとやばいっすからね。ちょっと解き放って早く激、うわ、おーし、あ、こっちか、あー、両方切れた。ちょっともう、もうちょいなんすよ。これっすよ、これ、感服の刑、これがあるからね、嫌なんすよね。ちょっとこっち倒すか。くっそが、よし、うお、くっそ、
武力とも知力ともに高いと。洪水の刑、感服の刑、こう暗殺の刑っていうのがあるんですよね。暗殺の刑、これですですよ。ザキザキ、これ下手すと本当に普通に首飛びますからね。こっち何人いても、何万人いても、満タンでも一気にゼロに暗殺されますんで。くっそ、そうだ忘れてた、暗殺の刑ってのがあったんじゃ。で感服の刑ですか。感服の刑と暗殺の刑ずっとやられたら本当もう勝てないですからね。くっそ、洪水、くっそ強えな、さすがだ。こいつが川作って行く手を阻んでたやつですよね。だからあ、間違えた、うーわー、よかった攻撃で。あ、だからね、これ最後の方は改心、うわー、改心丹っていうのがあったと思うんですよ。その改心丹っていうので一気に兵士を減らす、それかこれから覚える策面の計、策略を禁じる、その、あー怖っ、策略を封じる策略があるんですよね。それをね、 HP が相手低くなってきた時に使うっていう方法ですかね。くっそ、マジかよこいつ。このね、 MP 無限っていうのが罠ですよね。どうしたもんだか、こんな本当に、いやー、うーわー、やばい、ちょっとここはもうこれでいくか、家臣で決めてくれ、決まれ、おっしゃ、決まれ決まれ、くっそー、頼む、決まっちまえ、おし、よかった、よし、いやー、門一つに結構白熱した戦いでしたね。ここは海景の砦です。海景市ですか。いやー、なかなかでしたね。ちょっと危なかったですよね、本当に。でも、お、土ほこを見つけた。土ほこはかなり強いんじゃないでしょうか。蛇ほこが140でしたよね。あ、ちょっと強くなりましたね。ふぅ。五条は孔明の兄、諸葛金が守っております。あー、そう、孔明兄弟いるんすよね。諸葛亮、孔明、諸葛、諸葛亮、ん、孔明、ん、どっちが名前、こっちがね孔明なんだけど、え、建安町から来られたんですか、どうやって顔を洗って来られたんですか。まあまあまあ、そうなりますわね。あー、建安城一回戻るか。そうすると、小魂丹は売ってるか。あ、売ってますね、よかった。怖いわ。あー、そうか、甲冑も死んでんのか。これ小、そっか、小魂丹一
距離1個持ってた方がいいっすね。ちょっと相手もなんか本気、さすが5の国ですよね。いやこれ動画ですね、もうずっとご覧いただいてる方はお分かりだとは思うんですけれども、ノーカットでやってる状態なんですね。それでまあね、基本的にもうじゃあ前回じゃあ続きいきますみたいな感じでどんどん進めていってまして、今回も結構軽いノリでこの城を落としてじゃあ次行きますみたいなね感じで来てたんですよ。そして第一戦があれですからね、これはなかなかですわ。それ焦りますね。行こう、宿屋泊まって。そう忘れてたね、暗殺の刑っていうのがあるんですよ。やっぱり昨面の刑ですね。ちょっと覚えないと厳しいかね今後は。あんなんやられたら命いくつあっても足りないですから。もうちょっとボス戦といえど暗殺の刑持ってるやつに総攻撃はできないんですよね。でしかもボス戦で急にこの青ゲージになってたっていうのもちょっとびっくりした一因でしたね。あと洪水の刑が素晴らしい、全員に1000から1500与えてましたもんね。でしかも向こうは水源の刑って言って水に対する防御力を上げたんで、こっちは水流の刑は使えず、まあ使ったとしてもダメージそんなに与えらんない状態だったんでね、家臣の刑の方を使ってたんですけれども、それがまあ周遊に当たんなかったっすね。周遊あれも結構有名なんですかね。これさっき言ったやつですよね、炎熱水雷。こいつは大したことなかったんで、どうせ炎熱でしょこれね。炎熱は懐かしいですね。 100ぐらいを全員に与えるみたいな。もう100なんかねもうどうでもいいですからね。いやでも実際そっか、1000家臣の刑で2000とか与えてましたよね。そんぐらい与えないと1万とか全然。こいつさっき2番目にいたやつ、3番目にいたやつか、洪水使うやつか、暗殺持ってないからまあいいか。そうっすよね、2000とか与えないと全然話になんないっすもんね。いやいらんいらん、孔明が全部覚えてくれるんでね。集大まあ大丈夫かな。まあ攻撃しかしてこない脳筋タイプは全然大丈夫なんで。顔はみんなそれぞれ違うけど、アイコンっていうんですかね、はなんかだいたい一緒みたいな感じですよね、見た感じ。どんどん攻めていきます。長いですね。城がありました。行きますか。馬長、まあまあ大丈夫でしょう、行きましょう。それ一気に叩き潰せ。あ、来た諸葛金、孔明の兄ちゃん。兄ちゃんもそこそこ頭いいけど、孔明ほどまで天才ではないと。兄ちゃんだったらもうちょっとね一人顔良くして
もらえばよかったのに。ちょっと待って、暗殺は持ってなかったっすよね。罹患の刑ですもんね。じゃあ大丈夫っすね。倍撃。よし。おい、2000。一気に持ってきますから。うい。これぞ策略の、なんていうか、醍醐味？醍醐味ちょっと違うね。本領発揮というかね、これですよね。策略のいいところっていうか、これもそこを言いますわ。諸葛金、普通のボスになっちゃってますが、レベル上がりました。もうガツガツ上がってきますからね。あ、出た。策面覚えました。もうこれほぼほぼ最強じゃないでしょうかね。ここは5条です。金先端、よし行こうか。さあ行こうか。もうちょっと、汎用には砦がございます。汎用に向かうには村道を抜けなければなりません。確かにキラリと光ったような気がした。キラリと光った、村道でキラリと光るもの。おお、キラリと光るってどういうこっちゃ。これ呼べる呼べないと、とりあえず記録しときますか。9200、すぐですね。キラリと光る魔物が潜んでいるらしいのです。これは私の名は龍門、呉の将軍である慶州に攻め入ったのも大義あってのこそ早々にここに立ち去れ。なんか歓迎されてない。あれ、龍門さん、でも戦いにはなんないの。両方、五の将軍である。慶州に攻め入ったのも大義あって、早々にここに立ち去れと。特になしって感じですね。両方か。参道に行かないとダメだと。上は、下にもなんかあって、うわうわうわ、出た出た。こいつも大丈夫ですね。強そう。ああ、激面、そうだ、激面がなくなるんですよね。どうしよう。ちょっと待って。これ、これなかなかだぜ。なかなかだぜ。そう、激面、策面覚えたのはいいですけど、激面がなくなっちゃうんですよね。1000人か、削られんの。まあまあか。水雷とかもうどうでもいいしね。こっちはドラゴン、水流ドラゴンだぜっていうね。まあ実際1000人削られますけど、向こうもね、こっち2000とか削られてるわけですからね。2000以上か。そんなに、こっちもこっちで大変っていうわけじゃないですもんね。ただやっぱり単なる雑魚ではないですよね。お、やっぱり1万切ると結構保湿が大事。
石器製、石器水、よしよし、まあそれでも700か、強いね。まあ行きましょうか。オッケー、まあどっちにしろこのレベルを、このレベルがもう続くってことですよね。どんどん銀線使ってっちゃうね。よし、行こう。賛同節操は弱かったはず。そうですね。オッケーっす。この天地を食らうのやっぱ面白いところっていうか、雑魚戦が雑魚戦じゃないとこですよね。もうこれどんどんレベル上がっちゃえば全然雑魚になるんですよね。多分。ここら辺の敵とか山道を渡らないといけませんって言ってましたよね。ちょっと下もね気になるんですよね。キラリと光るっていうのはおそらくここか、言ってたのがあの剣ですね。あの刀、作ってもらった刀あったじゃないですか。それがなぜかここの宝箱だと思うんですよね。入ってるんですよね。なぜか。なんで黄金族じゃないや。なんか逆族に盗まれて。お、グホン。炎熱、弱。弱いぞ、炎熱は。もう1万未満。敵はちょっともうどうでもいいかなみたいになっちゃってますよね。で、そう、なんで盗まれた刀わざわざ盗んでおいて洞窟に置いてるんだっていう話なんですけどね。いや、いいっす。あれだな、あれは毒の沼地かな。そうすると毒の沼地は初めてですね。あれ、こっちにもあるぞ。お、ちょっと待て、多分そこの分かれ道、あれが左上の宝箱に行く道だと思いますね。遠回りさせるやつ、ダンジョンあるあるですよね。遠回りした宝箱は絶対ん？絶対なのか？いいやつですよね。そこはね、やっぱ信じていきたいと思います。そうですね、正解ですね。それであれが外れだったらと思うとね、兵士どんぐらい減るのかな。今3559、50か。まあまあっすね。はい、大丈夫です。もう兵士の数もね、確かね1400が最高だったかな。そのぐらいなんですよね。家臣の兜、これは誰持ってる？あれ、馬長か。これはもう最強装備ですね。
後で変える、確かこれは変えたと思いますね。兜の最強装備です。よし行こう。お、陸石、あー弱いな。策略が弱いと兵士数あっても怖くないんですよね。やっぱり武力高くて、お、レベル上がりました。ザース6000、6000乗ってきました。もう1万ももう、あーこいつか、目の前ですね。そう、武力第一ですからね。もう時代、あ、間違えた、まあいいや、時代は金先端じゃ。どんどん行こう。あ、こういった激面持ってんすよね。ちょっと嫌ですね。とりあえず一旦削っといてどうなるか。あんま変わんねえか、一旦も二旦も。よし、行こう行こう。1万超えてくる、そう1万も、うわ逃がしたばっか。お、耐熱か、逃がしたばっかですぐ攻めてくるやつ、どういう神経してるんですかね。どういう気持ちなのか教えてほしいですよね。今そこで戦って逃がしてあげた、すぐさっきをで、すぐ兵士数回復して速攻襲ってくるっていうね。これが普通の RPG のモンスターとかだったらね、まあ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 他のモンスターかもしれないし、わからん、いっぱいいるし、お前はお前しかいないだろっていうやつが攻めてくるっていうね。うわー、マジか、これはなんだこいつらは。この長考とこの2人っすよね。これはさすがに無視できんな。ちょっと、まあでもゴリ押しでいくか。あれ、うわ、4分の1か。うわー、加減使われた、キッズ、しかも激面使われた、嫌やわーこれ。ちょっと嫌な感じがしますね。これボス戦でもおかしくないですからね。激面が切れない。家臣の系で削っていくしかないですね。よし、 OK。 よし、切れた。あー、そっか、これでも抜けたところにまたボスいんのか、辛いね、それは。損力は1万切ったから、まあまあ
赤心の毛かわいい。一番最初の回復の策略ですよね。 100ぐらい回復するやつ。コーチュまだ疑心暗鬼起こしてんのか。いいですね、重宝倍撃の刑。こいつの激面さえなくしちゃえばもう怖いものないんで。いけるか、総攻撃。よし、倒した。一発で。あとはゴリ押しで。観光がちょっとやばかったですね。はい。いや、いいっす、いいっす。ということで、ちょっとね、時間過ぎちゃいましたんで、中途半端ではあるんですけれども、続きは、すぐやりますので、移動よろしくお願いいたします。デッシーでした。失礼いたします。